Why would you look outside yourself when you had all of the world inside? 1 2 3 4 ちょっと販売用の寒いですね。Yeah, your heart is the sun and it shines.Is it open? Is the sun and it shines? Says it all. 朝です。おはようございます。おはようございます。今は6時回ったところ。柴本さんはすでに待ってるから。あ、気持ち悪い。たまちゃん、今年初物。2年ぶりぐらいね。吐く。気温1度だからね。朝一はちょっと寒い。すごい格好してる。ウェットスーツにキャップ。さあ行きますかね。こう。わあ寒い。おお。やばい、息が白い。寒いですね。寒い。あら、まだダメだ。ダメだ。分かった。じゃあちょっと暖気していきますかね。マイナス 4.6 度。寒い。全然車温まんないね。エンジン温まってくれないと出発できない。寒い。頑張れこの。ああ寒い。顔やばい顔痛い。今日はもうさすがにブーツで正解でしょ。今日は履かないと無理だね。まあ、いけたけどね、履かなくても。出た、強がりってやつ。周りの人が失敗しちゃうから履いた。そうだね、ちぎれちゃうもんね。そう。もうちょっと待っていこう。はい。The sky turns gray against a fiery display of red and golden hues, like the day I fell for you. So what will you do when the sun begins to fall? I'm waiting here for you. Won't you answer my call?またゲームしてたんでしょう。閉めた閉めた、この人ひどい。行くよ、準備するよ、準備するよ。ちょっと早く降りてねえ。何してんの。危ないよ。寒い。軽いけどできそうではあった。本当？さあ準備しましょう。Sorry in advance, I messed up your plans. I'm serious.I'm serious about you. I apologize for the look that's in my eyes. I'm curious about you. If you wanna climb a mountain top by top, but you got to be right. If you wanna climb a mountain top by top, you got to be right. wanna take my time with it. And it's too late to signal out. I'm already about you now. I don't wanna waste no time with it. If you wanna climb a mountain, time by time when you got to be. If you wanna climb a mountain, time by time you got to be. Yeah. It's a dream that you're making. We can go as far as you take it. This can be whatever we make it. You got to be brave, brave, brave.お疲れ様でした。人多かったね、平日だけど。多かった。ね。波は、まあ、良くもなく。だるんだるんだったね。悪くもなく。まあ、唯一サイズがあったからいいかね。なんか、地形変わるかなと思ったら、悪い方へ変わっちゃったね。ボコボコだね。なんかね。とりあえず、お昼に今日はラーメン食べよう。はい。お昼を。食べに行きますよ。食べに行きます。もうすぐそこだよ。もうすぐそこだよ。何分？30秒ぐらい。じゃあ走ったら10秒だね。また走る計算。今日は何ですか、ご飯は？鶏白湯ラーメンでございます。鶏白湯ラーメンでございます。はい、閉まってないか。やってるよ。よかった。かわいい。かわいい。最近ハマってるからね、ここ。いつもの味。美味しいよね。臭みがなくて美味しいんだよね。ね。おすすめ。イエーイ。麺が細いのが好き。ああ。太いじゃん、なんか家系とか。そう。いつもの味ですか。全部のせすごいね。いっぱい入ってるね。入ったの美味しいよね。うん。コラーゲンな感じがする、すごく。うん。ここはいいよ。味美味しいから。うまいな。うん。本当うまい。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。今後のご予定を発表してください。じゃじゃーん。じゃじゃーん。寝る。まず寝る。寝る。違うでしょ。あ、買い物だ。まず買い物に行って。買い物して。で。なんだ。作業。作業をするものを買って。うん。お昼寝してから。うん。作業。作業します。はい。じゃあ、今日は夜間工事ですね。そうなんです。はい、私は。さっきドアに挟んで携帯は画面割っちゃったからそうだね、このフィルムをとりあえずまずは。そうだね、刺さりそうだね。手すごい刺さるのね。そうだかこれ買って、片取くん買って、はい、寝る。じゃあとりあえずお買い物に行きましょう。行きましょう。はーい。お昼寝完了して、はい、これより作業を開始しますよ。販売用のステッカーが出来上がって送りに行った。発送した。そうだ、発送した。発送しましたよ。発送しましたよ。さあ、じゃあ作業をします。はい。とりあえず西武駐車場へ行きやしょう。はい。はい。今日は作業曜日でございます。作業しますよ。はい。で、まあ作業に入る前に、ちょっと物が届いたので、そちらの紹介をしてください。はい。今日は届いたものはこちらでございますよ。じゃじゃーん。待望のサブバッテリーシステムで。サブバッテリーシステムでございます。そう。はい。いろいろこうパーツごと組もうと思ったんだけど、それがすごくそう難しくて。そしたらまあいろいろ調べてたらですね、このムービングベースさんっていうところから、ほぼオールインワン。そうだね、もうつなげるだけみたいな感じだよね。の、まあ、システムが出てて、まあ、今回使うのは 12V の 200Ah。12V だから 12V をかけると、普通のこうワットアワー計算ができるんですけど、1個で2400ワットアワーで、それが2つだから4800ワットアワーで、前から使ってた EF デルタが1600ぐらい、そうだね、だ足すと6000ぐらい、6000オーバーぐらいの、電気を冷蔵庫だったりエアコンだったり何だったり、そうね、蓄電できると。そうで、給電はソーラーパネル、はい、ソーラーパネル、天井にソーラーパネルと、あと走ってる時に電気に変えてくれる走行充電器、インバーターにつなげる、はい、でこのインバーターがそういう充電をしてくれるのと、で 12V を 100V に変換して家庭用の電子機器100W、違う、100V で使う電気を変換してくれる、はい、ってことってことです。で今回、このサブバッテリーを充電するにあたって走行充電が結構要になる。ソーラーと走行充電がメインになるんで、走行充電がもともとオルタネーターっていう、エンジンのところに入ってるやつね。そう、発電機で発電するんだけど、それがもともとついてるのが 60A のやつがついてたんだけど、今回、140A のものに交換してます。倍以上だね。そうなんです、なんでまあ充電には外部充電かに頼らなくても、オフグリッド、私たちが目指すオフグリッド生活を実現できるんじゃないかなという。そうね。それもあれやんね、このインバーターがさ、なんだっけ、充電をサブバッテリーにしてくれる時間をすごい短縮してくれるんで、そう普通やったら10時間とかすごい時間かかるのを 3,4 時間とかでしてくれるんや。そう、多分これ1個だったらなんか2時間ぐらい走れば、ああそうやね、満タンになる、フル充電になるって言ってたから、多分だいぶ電気には困らなくなるんじゃないかな。全然困らなくなりそう。でまあ充電されてる量と、ここにね、今電気つけへんねんけど、使用してる量とっていうのは、ここのモニターと、あとここから出るリモコンのモニターで全部確認ができるようになってます。そうなんです。はい、いいんじゃないですか、簡単で。そうね、で今からやる作業は、はい、こいつから、はい、こう分配器が今分配板が出てて、はい、こっから各場所のコンセントとかスイッチとかもうちょっと下地書いて、うん、そこまで配線を通す作業だね。通す作業、うん、を今日やっていきましょう。じゃあ今日は電気工事士さんです。頑張れ。はい、私は断熱材余ってるところを貼っとく。はいじゃあそんな感じで作業を進めていきたいと思いますが、やりますか。はい、じゃあ頑張りましょう。配線がこんな感じで着々とこういう分岐の端子で、こっちがグレーの方が 100V で、こっちが 12V がそれぞれこの、こっちやっけ、この中やね、この中の部分につながってる。これもそれぞれ配線通したんだな。インバーターにつなげてあるんだな。インバーターにつなげてある。うんうん。やったらインバーターにバッテリーがつながれば通電するってことですね。これがそれぞれのところにやーと行くということでございますね。で、って感じでございますね。はい。はい。お疲れ様でした。お疲れ様でした。なんだっけ、電気の配線。うん。あ、終わったね。そう、コンセントと、なんだっけ、スイッチだったり、照明器具だったりの配線の振り分けが全部これで終わりかな。うんで、インスタライブの方では紹介させてもらったんですけど、動画の方ではまだね告知っていうか紹介をしてなかったので、今回ちょっと告知というか紹介をさせていただきます、はい、いつもこうしこたまが来ているこのしこたまパークなんですけど、今回販売を開始することになりました。ということの報告なんですけど、パーカーとあとステッカーを1種類販売を開始しました。あとはね、巾着とかエコバッグとかサックシュもとりあえず置いてる感じです。パーカーの方のサイズ感、タマの身長が173センチで。体重が70弱ぐらいで、サイズがこれが L サイズ、うん、そんな感じです。で、ここはステイストーブです。はい、な感じの。私が163センチの M サイズ。びっくりした。M サイズ。一応メンズレディースはない。そうない。で。で、ここが「We can go anywhere」っていうふうに、この2種類が一応デザイン。あと色は4色。そうだね。ただブラウンがもう売り切れちゃってない。あ、ブラウンが売り切れてもうないらしい。 L サイズがないらしい。だからオリーブと、まあ、L サイズ以外のブラウン。ボディが低温水、まあ厚めで、裏起毛で、まああったかいんで、これ1枚で春先か、インナーに着ても結構あったかいと思う。すごくあったかい。で、デザインに関してはいつものエコノのこの絵なんですけど、しょこたまっていう文字は一切入れなくて、まあいろんな方にこう一つのデザインとして着ていただけるような感じとを持って、まあ、しょこたまは入ってないっていう感じですね。でステッカーの方も、販売用は、このロゴに丸い感じでしょこたまの文字はなしで、お配りしてるバージョンの方にはしょこたまっていうのが入ってるんで、基本的には販売用にはしょこたまっていう文字は入れないかな、今のところ入れない感じで。で配ってるこう限定でお配りしたりとか手渡しで渡したりとかの方はしょこたまっていう文字が入ってるバージョンで、お渡しをしています。もしよかったら作業服だったり作業服私作業の時結構よく着てるまあなんか着て結構好きだから着てるんだけど、作業服っていうかこれしか着てないぐらい着てまあいろいろ使い勝手がいいパーカーかと思いますので、はい、ぜひよかったらお買い求めよろしくお願いします。じゃあそれではエコノの作業がだいぶ進みが遅いしょこたまですけど、作業をもっと頑張れよっていう人は応援のためいいねボタンと、チャンネル登録の方よろしくお願いします。じゃあまた次回の動画でお会いしましょう。